はいどうも皆さん、おなみネットです。さあというわけでですね、ちょっと飛び出せ動物の森もやりつつも、動物の森のニュースがたくさん出てきたということでですね、今回はそちらを紹介したいなと思います。集まれ動物の森の話もしつつ、まずはですね、ちょっと椅子に座りながらいつも通り飛び森の BGM をバックにしてやっていきたいなと思いますが、今回のテーマなんですけれども、任天堂のバレンタインカードというのが出てきたのと、あと台湾の方でちょっとスクリーンショットが新たに公開されたというのと、で新しくですね予約特典が出てきたということで予約特典の話もしつつ、で最後にですね集まれ動物の森のセーブ対応セーブ非対応とかの話をしたいなと思います。でですね動物の森のグッズとかもちょくちょく出てきてますので、そちらも紹介したいなと思うんですが、まず最初にですね、ではですねいつも通り飛び出せ動物の森の曲をバックにして紹介していこうかなと思うんだけれども、まずはバレンタインデーが近づいてるということでですね、非常に耳が痛い話題になっちまったな。バレンタインデーのカードが新たに登場したということで、これ任天堂さんの公式サイトでダウンロードすることができます。まずタヌキチ、これ全部あれですね、集まれ動物の森風になっていて、ブラックバス釣り上げてるやつと、つぶきちまめきちのやつと、あと、しずえさんがハッピーバレンタインデーと言っているやつと、あと、虫網を持ってキャッチしようとしているやつと、あと、トタケキがバレンタインデーを祝ってくれてるやつと、あと、タヌキチがいるという感じになってるんだけれども、ま、バレンタインデーという行事に全く縁がない身分なので、ちょっとね、この話は耳が痛いということで、早急に終わらせたいんだけど、このダウンロードっていうのがありまして、このダウンロードを押して、で、ここで、ダウンロードすることができるのと、ここでプリントで、印刷することができますので、まあ、もしもね、恋人とかね、友達とか、家族とか、渡せる時に渡しておきましょう。というわけでですね、ぜひぜひ、ダウンロードしてみてください。で、これですね、台湾の方で新たに公開されたスクリーンショットになるんですけれども、どっちかっていうと今回出てきたスクリーンショットって夏をイメージして、出てきたスクリーンショットなんですよね。で、見ていきましょうか。まずですね、男の子がいて、しょぼい虫網、新しく出てきたしょぼい虫網を持っているのと、つば九郎が帽子かぶりながらいるっていうのはそうなんだけれども、ちょっとさ、何持ってんだろうね、これ。なんか飲み物が全然わかんないんですよね。なんか何飲んでんだろうみたいな感じで。まあ今まで出てきたことのないドリンクが出てきたっていうのと、あとグラさんとかが真ん中にいるのが石畳になってますね。これ石畳なのかどうなのかみたいな話をしていたんだけれども、完全に石畳だと思います。で、その後ろですね、後ろに自転車があるんですよね。自転車、まあでも自転車があるからといって、な、多分これは普通の家具だと思うんだよな。なんか自転車に乗れるってなったら、まあ今までのね、動物の森シリーズで自転車で移動するっていうことできなかったので、まあもしもね、自転車で移動することができたら、もうそれはもう革命的な機能になるとは思うんだけれども、多分これは普通に家具だと思います。でも自転車できたとしても、ちょっとなんか鼻からすの怖いよな。なんか鼻からすの怖くて結局、なんか徒歩移動とかになりそうな気がしますね。で、後ろに映っている虫網持った子、新しく登場した子になっているんだけれども、多分ね、どのスクリーンショットを見ても、虫網を構えて虫を取ろうとしているので、多分虫取り大会とかに関係しているんじゃないかなと思います。まあ、亀山さんとねこの子の立ち位置がどうなるのかわからないんだけれども、二人ともに役割があるんじゃないかなと思います。でクリスチーヌとかが後ろにいて、で一番手前のさ、この木についてるやつって何なんだろうね。これがさ本当にわかんなくって、なんかワンチャンドリアンなのかなとか思ったけど、ドリアンにしてはちょっと形もボコッとしてるし、でドリアンって普通の木につくからドリアンではないだろうなって思って、でもバナナにしてはちょっと固まりすぎてるよな。でも今までって出てきたのってヤシの木ばっかり出てきてて、なんかバナナの木って一回も出てきてないんですよね、任天堂ダイレクトとかでも。だから今回のここで、あ、バナナ出てきたんじゃんとか思ったけど、よくよく見てみたら、あれこれバナナなのかなみたいな、ちょっと疑問に思ったりしています。まあそういう感じの画像が出てきまして、で次にですね、ミニストップさん、韓国のミニストップさんの予約特典が発表されましたということで、こちらになります。韓国の予約特典になってるんだけれども、トートバッグ。これめっちゃ良くない？これ、トートバッグ。
欲しいな。なんか日本でもミニストップさんこれ出してくれたらいいのになって思いながらもですね、あの韓国の集まれ動物の森の予約特典ミニストップさんはトートバッグになっておりますということで、予約がそろそろね近づいてきてるわけですよ。8日ということもあって、そろそろ近づいてきてる中で、じゃあ日本はどうなんだっていう話になってきた時に、ゲオとツタヤとあともう一店舗、今回ビッグカメラさんが新たに出てきたということで、今回そちらを紹介していきましょう。でですね、こちらがビッグカメラさんの公式サイトになってるんですけれども、ここでですね予約特典が出てきました。まずですね、こちらがしずえさんのアクリルスタンドキーホルダーになっております。こちらですね、ちょっと拡大して見てみたら、こんな感じの新しいデザインになったしずえさんが登場しているアクリルキーホルダーになっておりまして、で次にですね、こっちは村人になっております。で村人も新しいコスチュームで登場したということで、これさ、さっきさ自転車の話したじゃんか。自転車がスクリーンショットで出てきた、どうなんだみたいな話してたと思うんだけど、ここを見てもらったら分かる通り、ここにもさ自転車あるんですよね。これ何なんだろうな、何かの伏線なのかなって思ってて、これどうなんだろうな、自転車に乗れる可能性もちょっとはあるかもしれませんね。なんか動物の森で自転車に乗るっていうのがあんまり想像つかないんだけれども、一応ねここにも自転車が映っております。で次にですね、村人のキーホルダーが紹介し終わりまして、次タヌキチのキーホルダーになっております。これがタヌキチの新しいデザインになったキーホルダーになってるんだけれども、値段がね6570円ということで、ちょっと安いんだよね。ビッグポイント、しかもここで買ったら10ポイントつくという感じになってるんだけれども、予約特典さ、若干言われてたことがあって、このビッグカメラ限定セット特典付きって書いてある、これで予約しないとダメみたいで、やっぱりね、同梱版だけだったら、こういう予約特典付きっていうのはどうやらちょっと厳しいみたいですね。まあもちろんですね、行けるお店ももしかしたらあるかもしれないんですけれども、同梱版だけ購入した場合はこういう予約特典がつくってことはあんまりないんじゃないかなと思ってもらえたらなと思います。でね、結構値段が安いんですよ。これがね、集まれ動物の森のマイニンテンドーストアで購入できる集まれ動物の森のソフトになってるんだけれども、これがパッケージ版が6578円の税込みなんですよね。でビッグカメラさんの方だったら6240円で購入できますし、で特典付きであろうが6570円ということで、若干安くなっております。なんか特典がついてるとやっぱり若干値段って上がるみたいなんですよね。若干上がるみたいなんだけれども、もともとちょっとお店で売るときって値段がね少しだけ下がっているから、結局なんかプラスマイナスでしたらプラマイあんまり関係ないのかなと思ったりしております。300円の差なんでね、これ6240円と6570円でちょっと300円ちょっとの差なんで、できればねこっちの特典付きの方を購入したらいいんじゃないかなと思います。今回ねビッグカメラさんが値段を出してくださっているので、確かねギョーとツタヤは確かねまだ値段が発表されていなくて、2月の8日当日にならないと値段って発表されなかったと思うんですよね。でだからですね、ビッグカメラさんのこれとあとここですね、公式サイトの6578円、これが基準値になってくると思いますので、この基準を参考にしながら、あんまりね特典がついたからといってそんなに値段が跳ね上がるってわけではないと思うんだけれども、気になるという方はぜひぜひそれを参考にしてみてください。でこれ何の画像かっていうと、集まれ動物の森のダウンロード版の裏の表紙になっておりまして、でこれがねだいたい 6.2GB 集まれ動物の森では必要ですよっていうのが表記されていて、ただねこれ 6.2GB って書いてあるけど 6.2GB あればいいっていうわけでもなくって、これよりもうちょい上がる可能性って全然ありますので、できればねスイッチの本体の容量っていうのは 32GB しかないので、できればSD カード購入した方がいいんじゃないかなと思います。飛び森とかね、飛び出せ動物の森は容量が1ギガぐらいだったので、それの6倍かかると思っていただければなと思います。だいたいスプラトゥーンが、5.5 ギガで、スマブラが、大乱闘スマッシュブラザーズが確か14ギガかな。14ギガぐらいだったので、スイッチのソフトにしてみては、平均的な数字なんじゃないかなと思います。これ海外で出された数字なので、もしかしたら日本で変わる可能性も、
なきにしもあらずなので、まあ、これぐらいかかるんだな、ぐらいに思っていただければなと思います。で、次にですね、下に行くと、堂々と、あと島にたどり着いた二人の少年少女がいるっていう画像になってるんだけれども、これも、男の子の髪型見てもらったらわかる通り、新しい髪型ですね。今まで出てきたことのない、髪型になってるのがわかるかなと思います。で、下の方に行くと、これですね、アミーボが使えることがこの画像で確定いたしました。ありがたいね。もうアミーボどうなんだろうとか思ってたけれども、もう全然問題なく使えるということです。アミーボカードはどうなのかわかんないけど、アミーボが使えたらアミーボカードも使えるんじゃないかなって感じですね。で、次上の部分に行くと、クラウドセーブですね、非対応っていうのが、書いてあるらしくって、俺も翻訳されたやつだけを見たんだけれども、任天堂スイッチって、オンラインに加入していれば、セーブデータお預かり機能っていうのがあったんですよね。で、そのセーブデータお預かり機能っていうのは何なのかっていうと、もしもセーブデータが潰れた場合でも、任天堂さんの方でセーブデータお預かってもらってるから、新しくスイッチを買い直せば、また使えますよっていうものだったんだけれども、それが基本的に、スプラトゥーンとか、ポケモンとかもそうだったんだけど、オンラインゲームは、非対応なんですよ。だから集まる動物の森も最初発表された時に非対応ですよっていうのは明言されてたんだけれども、それが全然特に変わることもなく非対応のままですよっていうことが書かれております。で、スイッチの良さってやっぱり持ち運びが便利なところじゃないですか。任天堂さんもスイッチは持ち運び便利なように設計されているっていうことで出すことになったんだけれども、でもさ、外に持ち歩くってことはそれだけ壊れるリスクも高くなるということで、今まで 3DS がもしもちょっとパキってなったとしても、飛び出せ動物の森のソフト自体が無事だったら、全然問題なかったんだけれども、今回はですね、スイッチがもしもぶっ壊れたら、もうその時点で集まる動物の森のデータはパーになってしまうという感じになっているのと、結構ね、これ問題視されておりますので、もしかしたら、将来的に変わるかもしれません。というわけでですね、今回は動物の森のバレンタインデーカードが出てきたというのと、あと台湾でですね、新しくスクリーンショットが公開されたというのと、あと韓国の方でミニストップの予約特典が出てきたというのと、あとビッグカメラさんの方でも日本で新たに予約特典が出てきたというのと、あとですね、集まれ動物の森のダウンロード版の裏の表紙が出てきて、クラウドセーブのお話でした。というわけで今回はこの辺でおっときゃっしょー。じゃあな。予約、早く出てきてほしいですね。